教会のステンドグラスベアトリーャ・フランコパンは、クロアチアの貴族女性。二度の結婚で、ハンガリーやドイツの勲行家に課した。父は、古く戻る子孔ベルナルディン・フランコパン。母は、ロッサーノ公、スクイッラーチェコーマリーノ・マルツァーノとナポリオ・アルフォンソ・5世の、初出の娘エレオノーラ・ラディアーナ・ダラゴーナの間に、生まれたルイーザ・マルツァーノ・ダラゴーナ。 ハンガリー王マーチャー主一世の二番目の王妃、ベアトリーチェ・ダラゴーナは、樹脂ボで、ハンガリー王室とは、遠赤関係だった。父も弟、クルスト・フランコ・パン・ブリニスキも、クロアチア総督を、務めている。ベアトリーツァは、非常に美しい王姿の持ち主だったと記録されている。1496年、マーチャー主一世のショ子シコルビンヤーノ氏と最初の結婚を、する。夫は、 シレジアやハンガリーに莫大な所領を持つ資産家で当時クロアチア総督の地位にもあった。夫婦の間には三人の子が生まれた。夫が若くして死ぬと彼女はフニャディケの女課長となり幼い子供たちを貢献する役目を担うが子供たちは夫の死から間もなく相次いで溶接した。最後に死んだ娘の服務期間が過ぎるとベアトリーツァはすぐに夫の総主であった。 ボヘミア・ハンガリー王、ウラースロー二世の命令で王の甥いと再婚することが決まった。1509年1月21日、彼女はジュラでブランデンブルククルムバッハ・アンスバッハ編狂白家の公師ゲオルクと再婚した。ゲオルクは、叔父のウラースロー二世から、彼女の全部の一族フニャディ・コルビン家の全資産の継承を認められていた。その資産はコルビニロル上を呼び、 リポバ上塞252の尊有で構成されていた。ゲオルクは妻を通じての資産継承のおかげで、ハンガリー有数の大土地所有者になった。なお、マーチャー主一世の築いたコルビナ文庫の収集品の一部がドイツのボルフェンビュッテルに移ったのは、二人の結婚がきっかけだったと言える。ベアトリーツァは再婚して一年後に亡くなった。ゲオルクは、 ハンガリー国内の資産の大半を売却し、それで得た金で、シレジアの大規模な書量を入手した。http://fabian.sub.uni-goettingen.de すラッシュファビアン、ビブリオセカンイン・ウンガーン。ありがとうございます。